いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。日刊ロラコラ頑張る人やっていきたいと思います。本日はデボンムツゴロウのヤグラやっていきたいと思います。ということで、ちょっとね、家に、奥さんもちょっと在宅になってしまって、なったんで、防音問題がその奥さん自体は気にしないよって言ってくれてるんですけど、自分が気になってちょ防音問題が発生して、ちょっと扉にね防音を施してみたという感じなんですけど、結構ね隙間埋めるだけでね聞こえなくなったって、なんか言ってるなっていうのはわかるんですけど、わかんなくなったんで、ちょっと昨日の動画はちょっとかなり小声だったんじゃないかなと思いつつもやっていきたいと。ものすごいね、なんかこう学習発表会で喋ってるみたいな感じになって、すごい汗かいちゃってね、普段そんなあれなんですけど、じゅわーってね恥ずかしがり屋なんですよ、もう言っても多分一生顔出しはしないだろうという感じですが、やっていきたいと思います。この時間帯なんか外国人多いな、やっぱヤグラということでね、しばらくもうこれは封鎖しないとダメだっていうレベルのあれだったんで、ここに出るの1枚やり、1枚やってビーコンもやりましたね。1枚やり、やっとっか、いやーうぜえ、マジでまだおったんだこいつ。あー厳しいね、結構。一応開幕2枚かな、2枚はやったんですけど、もうきついっすね。お願いします。ああやってなんか俺に注目引きつけられてる間はこう無理に出ない、無駄なふりをしないっていうのがなんかコメントいただいて、そこちょっと注意していこうかなっていう、そういうふりですかね。ナイスボタンさ、俺いつも押さねえからさ、ナイスボタンああいうふうに時々出ると困るんだよね、すごい。そうそうそう、登れねえのか、矢倉あんま不慣れすぎてわからんの、ちょっと乗っかってみて、ラッキー。まだいける、まだ回る、まだ回る、とんでもない、ナイス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 口で行くねボタンわかんないから口で行くみたいなスタイルで、ナイス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 、いいの、うわー受け身ダメか、まあまあまあいいいい、この沼じゃん、 OK なんで悪くないよ、誰も攻められないよ、沼じゃんカウントされないでしょあんなの。まだ来てる、多分来てない、あー縦切り外した、厳しいな、そう恥ずかしがり屋なんですよこう見えても、あー調子ぶっこっけど土壇場で恥ずかしくなるタイプなんですよ一番キモいタイプですよ、いやうぜえ、お前どうせ矢倉だけブラサ使っとんやろ、こら厳しいな。昨日ね、音ねテストしてみたの、ニコニコのニコニコ動画のマックスの音楽を、このローラーだけはこれが処理する、ナイス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 で動画流してマックスでね、 PC の音楽マオートマックス、ニコニコマックスでやったんだけど、打ち切れてる声以外は大丈夫だったんですよ。打ち切れてる声はダメでした。ないんか。しっかり逃げた、壊してくれてますね。気づかれてないと思うんだよ。あ、どうだ。戻っちゃってる。プクプク音を消してない。うわ、もうなんだよ、こいつマジで、タイミングが。ふざけんじゃねえよ。はね、聞こえましたね。こうしても。マイルドな実況をしていかないといけないんで、マジで。
三浦マイルドみたいな感じに。いやーむざい、やばい、あ、終わったかもこれ。あー守りきれんのやないこれ。あ、やばいわこれ。ちょっとここで焦ってもしゃあねえ、焦ってもしゃあねえ。ここで全員乗ってやられたらまずいんで、今のは良かったんじゃないか。誰も褒めてくれないから自画自賛していくスタイル。あーうぜっ、ナイスがもう遅い。乗って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 、ちょっと状況改善していこうぜ。あーもうダメだこりゃ、おんねえなー。前進めろよ、なんかもう守ればいいと思ってんだよな。守り入ったら負けだから、ほとんどこのゲームマジで。あのなんていうの、どうしようもない状況で守り入るって当然だとして、なんかこう多少有利な状況で守り入るっていうのはちょっとないから。あ、終わった。そうそうそう、こうなっていくわけよ。攻めていかないと、だから攻めてることがもう守りにつながるんですよ。あっち側に破られば簡単来ないから。それ分かってない人多いよな。その乗らなきゃダメなんだけど、こう状況いい状況で乗ってないと、常に真ん中に櫓があるとワンチャンでここまで来るから。関門突破されてたらね、それはまだ分かってないやつが多いっすね。おい、あのルールエナジーキルしてねえじゃねえか。俺結構頑張って櫓乗ったから、まあ、そこ大事だから。今ビーコン上入れてないっすね、そこ大事だ。ダメだ、ビーコンもうちょい入れていかないか、マジで。本当に本当にね、ちょっと動画投稿し、時間ないんだよ。昨日撮ったボソボソ声の、しかもね、録画忘れたんだよね昨日昨日の動画でも言ってるけどさ、やばいよな、初めてやったやつかよって思うぐらい。多分そのなんか声を聞かれるのが恥ずかしいみたいな感じで忘れちゃったんですよねそれに聞いとられすぎてめっちゃいい試合なんで、7キル1あのスペシャルでしっかりしっかりかました動画、ノックアウト、開幕ノックアウトかました動画、あんないい試合5年に1回ぐらいしか撮れないんで、やっぱり忘れちゃうっていうのを失態を起こしましたね。やば、どうしたらいいかな。まあ、リードはいいんだよ、今リードの気持ち入んねえから。あそこで遊んでるからこっち頑張っていくか。逃げよう。あーマジか、ガロン強いな。ガロンにやっぱ強気正面から言ったらダメっすね。もう何年もやってやっと気づく真実みたいな、気づいてたけど信じたくなかったみたいなあるじゃないですか。信じたくなかったが正解なんだけど、うざいな。そろそろ3とかでなんかクソ武器になってほしいな、マジで。ザコ武器になってほしい、マジで。あー飲んねえのかよ。いやーもうダメか、やばい、これは持ってかれるかも一気に。受け身を受けよう。ナイスナイス、そう格好撃破大事だからね。うわー頑張れなかったか、さすがに。入ってこい。いやーダメか、ダメだ。いやーまあうぜえなマジで。うわやばい。あーダメだこれ、無理くせえ。あー頑張ってくれてる。うわーダメか、これはまずい。
後ろかなんか来てる。絶対来てないな。お、倒してくれたか。ナイス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 。いや、出たよ、もう。ごめんね。ブラスター、矢倉の周り欲しいんだよな。大丈夫だと思う。大丈夫だと思う。ほらね、大丈夫だ。壊したビーコンまた置いてあるよ。性格悪い方がやっぱうまいと思うよ、スプラトゥーン。これなんかそんなことないって言ってるけど、相手の嫌がることをいかに効率的にやるかだから、絶対その性格悪いやつの方がうまいんだ。常に日頃その相手が嫌がることを考えてる人間の方がうまいに決まってる。これを否定する意味がわからん、もう。そんなことないだろうって言ってくれ。まずは。うざ。ダメだ。負けない。きつい。ガロンがきつい。いいえ、そこ潜伏してんのかよ。いやー、無理かな、俺は。いや、まあ最後も諦めない、俺は。絶対諦めない。ナイス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 。まだいるやろ、これ。引いてったのか。うまいな。こいつに俺恨みがあるんだよ。みちみちと。最近ちょっと落ち着いてきたけど、戦争いつまでやるんですかね。なかったかな。やばい。うわ、負けた。いや、矢倉周辺行くべきだった。もう一人裏取り来てたね。ミスったな。ダメだ、ちょっと今のは全体的に自分が悪かったっす。ちょっとテンション落ち気味ですけど、いや、ちょっとミスったな。申し訳ない。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。